本当はさ、ウルバリンも欲しかったんだよね。てか、ウルバリン欲しかったの、このシリーズのやつ。でもさ、めっちゃ探したんだけど、なくて、このアイスマンだけだったんだけど、このアイスマンガチですげえ。なぜだろうね。X-Men ウォーターウォーズっていうシリーズ名かな？シリーズで、なんとね、ここに注目。ガチでね、ガチでマジで水放てるんだって、こいつ。すごくジェットアームブラスターがついてて、ジェットアームブラスターからもう水をシャーって出せるんだって。で、一応ね、水をね、持ってきたのよ、この水を。水をこの器に入れてきたから、この器から水を補充して発射してみようと。いや、でもね、他にもね、本当はさ、他にもいるから、いや、欲しい、ウルバリン。せめてウルバリンゲットできてからやろ、まとめて開けようかなと思ったんだけど、今回はとりあえず、アルティメットアイスマンいるから、あとさ、ストームとかもこれどうなってんの、これストーム。なんかボタンついて押したらシャーって出てくるのかな？巻き上がってくるのかな？いや、でもこのハイドロブラストウルバリン欲しくない？ 1997 年って書いてるから、めちゃ、もうおそらくここ、1997年に発売されたやつだよね。だからめちゃめちゃ古い商品なんだけどさ、水放てるってなんか画期的じゃない？新しく感じるんだけど、俺こういうフィギュアで水をさ、こう放てる、シュートできるフィギュアなんて持ってないから初なんだよね。いや、めちゃくちゃ楽しみだわ。とりあえず水をね、補充して、放ってみようって、ここで放つから、俺はもうここでね、やってみたい。どんな感じで言ってるから。それではサスケ、開封して、今回はね、アルティメットアイズの、あとウルバリンだな。おお、すげえ。箱めっちゃ新品みたいじゃない？まあ、ビニール袋に入ってたから、ダメージないんかな？綺麗だもんね、これでね。X-Men ウォーターウォーズ。めちゃめちゃ綺麗だわ、箱。こんな感じね。デザイン、ブリスターに入ってる、このアイスマン。フィギュアもすごいか、でもなんかカビみたいなの入ってない？ここ。カビ入ってる、これ。これカビじゃねえか。なんか紙っぽいの入ってる、腕にこれ。どこから開けるんだ？まあ、下から開ける？いつもと同じように。下から、こう、そうだね。下からだな。上からいいのかね。この下からの方が開けやすい気がするんでね。こういうふうに開けて、おお、開けてしまいました。 すげえ昔の激レアのさ、フィギュアこう開ける快感いいよね。なんか今まで開けないで飾ってたんだけどさ。おお、すげえかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいんだけど。これ飾っておいてもかっこいいね。なんかエフェクトパーツたくさんついてる。へえ、これどっから出すんだろう。手のひ、な、イラスト見る限り手のひらからシャーって出してたよね。とりあえずフィギュア取ってみるかな。うわ、なんか怖いな。このポンプ取ってみる、まず。まずこのポンプを、穴開いてないかな。大丈夫だわ。1997年のだけど、全然、いける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 。で、これなんだ、これ。これはちょっと何かわかんないけど、なんかパーツだよね。どっかに刺すパーツかな。で、下にもね、なんか、エフェクトパーツみたいなのがたくさんあるんだよね。リングみたいなのがたくさんある。で、これもエフェクトパーツか。おー。作りもしっかりしてんな。なんか、チャチくないぞ、全然。で、これが本体である。アルティメットアイスはダメー！おー、でけえ！どっから水出んの、これ。ほんと水出るの？で、これ汚れ取りたいよね。これなんだろう、これ。で、パッと見、カビに見えるんだけどな。カビっぽくない？見た目。なんだこの汚れ。でも簡単に取れる。これティッシュで取れるな。ちょっと取るわ、これ。とりあえずこれで綺麗になったから、ひとまず OK としようかな。で、気になるこのウォーター。手から出んの、これ。ちゃんと出るんか。なんか不安になってきたんだけど。手からシャーって出るわけでしょ。ここにも穴開いてる。これは？ここだわ、スイッチ。シャーって言ったらプラーって出てくるんじゃない、これ。まずは組み立てだよね。そうだよね。まずは組み立て。ちょっとね、これどこにつけるかわかんないんだけど、これはおそらく、こうだよね。こういう向きで、ここにガチャンって、オッケーだよね。大丈夫だよな。で、後ろに、ポンプをつけるんだって、ここ。ポンプをこのように。でも届かないんだよな。これ、なかったらつくんだけど、これ、短くて、まあ、一応いけるから。で、これがね、アイスミサイルらしい。アイスミサイル。で、アイスミサイルをここにつけて、押すと出てくるんだって。そしたら、ね、水はね、ここから入れるみたい。ここから水を入れるらしいから、入れてくる。一応水持ってきたんだけど、水道で入れた方が多分たくさん入るから、入れて。で、これがね、どうしよう、これ。届かないんだけど、こんな感じでポンプ入るんだけど、あれつけると、まあ、入んない。まあ、つけなきゃいいのか。つけたら届かないから、つけないで。まあ、これでも変わんないでしょ、多分。構造的には変わらないとは思うので、とりあえずこれで行こうか。おお。で、あとは水を入れて、ボタンを押せば、出るはずなんだけど、でもここ空洞できるんだよな。これつけないと、アーマーつけないと。
この方、ちょっと水とりあえず入れてくる。水をね、たっぷり入れてきたんだけどさ、とりあえず、ここ押しても水は出ないと。めっちゃ不安になってきた。しかもなんか下から水がね、すげえ漏れてる気がする。なんだこれ？っていうかまずこれポンプつけらんないのがさ、致命的だからね。開けが短いんだよ、確実に。もうちょっと長かったら入るんだけど、あそこ、短いから届かないんだよね。で、ミサイルつけてさ、アイスミサイル、あ、待って、アイスミサイルどこ行った？アイスミサイル つけて、あの、押しても、ファフ、ファフ、ファフって言って、水もなんも出ねえ。ちょ、どういうことだこれ。ほら。なんも、水入ってるんだけど、この辺まで。水入ってるんだけれども、水が出てこないんだけど。どういうことなんだろう。まあ、密閉させないと空気抜けるから、とりあえず、無理だと思うんだよね。で、このポンプとミサイルで、まあ、ね、こう、塞いで、穴を塞いで、このボタンを押せば、この下のね、ボタン、一応出てくるはずなんだよね、水が。いやー、ダメだなー。どう頑張っても出ないぞ。今ね、ちょっと頑張ってんだけどさ。水、いや、まずこれ届かないのが致命的なんだよなー。でもさ、絵見る限りさ、絵見る限りは、あれなんだよね。つけてないんだよね、このプロテクターみたいな。ほら。つけてないね。これつけてなくて出してるから。で、これはアイスミサイルね。アイスミサイルを発射と。難しいぞ、これ。とりあえず今はちょっと出せ、次回ちょっと修理するわ。これ多分壊れてるわ、きっと。まずポンプ届かないし、これ。もうちょっと長いのに取り替えよう。これ奥まで行かないから、これほら。明らかに短いじゃん。ほら。ね。短いでしょ？これ。刺さんないでしょ、奥まで。ほら。刺さんないんだよね。奥まで刺さんないし、ギュッてやっても刺さんないから。まずこれがまず問題なんだよね。だからもっと長いやつ、それがこう延長して長くするか。向こう延長こう盛り上がらせて、あ、そうするとバックパックつかないか。だとするとダメだな。ミサイルの発射と、この水の発射全部やりたいから。それ今回は保留するわ。それ次回修理して、もう一回やろう。水の発射。これ絶対発射させたい。意地になってきた、これ。絶対水出すわ。これ。まあ、置いとくだけでもかっこいいんだけどね、こうやってね。でも、せっかくさ、水が出るギミックがあるんだからさ、水出したいじゃん。シャーってね。もうすぐ夏だし、夏に遊べるからね。だからちょっとこれ修理して、水出るようになったらもう一回動画撮るわ。直してから、これ絶対に直すわ。これ壊れてるだろ、絶対に。でも未開封だからね、中古じゃないからね、未開封新品だからね、一応ね。だから壊れてるってことはないと思うんだけど、説明書通りにやっても出てこないんだよな。ここが壊れてんのかな、この内部構造。壊れてる感じはしないけど、なんか水は漏れてくるんだよね。水は。何もしなくてポタポタ水は垂れ、どっか穴開いてんのかな。でも、未開封で壊れてるなんてありえるか。絶対にこれ壊れてはないと思うんだけど、まあ、でも、ワンチャンさ、これ壊れてて、別に水出なくても飾っておくだけでかっこいいから、とりあえず良しとするか。かっこいいからね、これね、アルティメットアイスマン。でも水出た方がかっこいいんだけどな。いや、どういう、これ、ことなのかっていう。いや、わからんわ、ガチで。ということで、今回は、本当だったら水が出るはずだった、アルティメットアイスマンのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、もしね、ピンショップで見つけたら、かなり古い商品だから、あんま見かけないと思うけどね、もしあったら、ゲットして、やってみて。いや、動画撮って見せてほしいな。水ちゃんと出るかどうか。俺、やり方間違ってんのかな？でもね、説明書に書いてある通りやってるはず。だからさ、いや、やってるんだよな、確実。うん。説明書に書いてある通りやってるんだけどさ、まずポンプ刺さんないし、こうやって。まあ、その時点で積んでるんでね、ポンプ中まで届かないから、あれ。ポンプ、隙間できたらダメでしょ、こういうの、隙間。隙間あったらダメだと思うから、その時点でね。しかもこの絵だとね、ここに穴開いてないんだよね。肩にも穴開いてないし。いや、どういうことだ、謎が謎を呼んでいるわ。これ分かる人いたらさ、教えてほしいんだけど、これ分かる人いる、持ってる人いる、これ。水出る、ちゃんと。持ってる人いたら教えてほしいな。でもかっこいいよね。水出なくてもさ、飾っておくだけかっこいいからね。まあ、これはこれでもうラッキーだわ。ゲットできてよかったわ。あとはウルバリン探そう。ウルバリン。このシリーズのウルバリンは絶対欲しいから、次回はね、ウルバリンもゲットしてくれ。でもその前にこいつ直したいわ。こいつなんとか手から水出るように頑張って直してみる。